salesforce.com salesforce.com Salesforce. は、米国カリフォルニア州に本社を置く、顧客関係管理、CRM ソリューションを中心とした、クラウドコンピューティングサービスの提供企業である。ビジネスアプリケーション及びクラウドプラットフォームをインターネット経由で提供している。1999年3月に、マーク・ベニオフにより設立された。翌2000年4月には、 日本法人である株式会社セールスフォースドットコムが設立されている。米ホーブス氏の世界で最も革新的な企業ランキングでは4年連続で第1位に選出されている。米 IT 調査会社ガートナーによる最新レポートでは世界のソフトウェア企業ランキングで第10位。CRM の世界マーケットシェアは16.1%で第1位。また、 同レポートによると、日本国内の営業支援システム、スファのマーケットシェアは60.4%を占めている。クラウドプラットフォーム分野においては、IDC Japan の調査で、日本国内のパス市場で第1位。Salesforce.com は、前オラクル幹部のにより、業務アプリケーションを Web サービスとして提供するというコンセプトのもと、1999年3月8日に、 設立された。タイプの本格的なクラウドコンピューティングサービスの提供企業としては最初とされる。salesforce.com はカリフォルニア州サンフランシスコに本社を構え、ダブリン、シンガポール、東京に複数地域をカバーする地域拠点を設けている。その他の主なオフィスはトロント、ニューヨーク、ロンドン、シドニーとサンマテオなどにある。2008年9月、 フレディー・マックとファニー名に代わり、ファステナルと共に S&P500 を構成する銘柄となった。Salesforce.com のサービスは、プラットフォーム専用言語まで含めると64言語で利用可能であり、2012年1月31日時点で世界10万社以上に導入されている。また、2012年1月に東京データセンターを開設した。これまで、 スファ、CRM ソフトのベンダーとして実績を伸ばしてきたが、最近は郵便局会社や株式会社ファーストリテイリングをはじめとしたによるカスタムアプリケーションの構築事例が増加手よりサービスを適用する業務の幅が広がっている。加えて、プラットフォームの強化を目的とした A6 社の買収の発表など、プラットフォーム企業を目指すとともに、 サービスのオープン化を推進する姿勢を明確にしている。さらに現在はカスタマーカンパニーという理念を発表し、ソーシャルメディアのモニタリングツールであるラジアン6社やモバイルアプリケーションの開発実績のあるモデルメトリクス社を買収するなど、積極的にソーシャル関連ソリューションの強化を進めいる。Salesforce.com は創業当初より111モデル社員による ボランティア活動、非営利団体への製品寄贈、割引、引く、非営利団体への助成によりコミュニティや、非営利活動の市に取り組んでいる。活動は、セールスフォースドットコムファンデーションによりマネージメント、されている。そのビジョンとミッションは、下記の通り。日本法人である株式会社セールスフォースドットコムは、2000年4月に、設立。 拠点は、東京本社と大阪及び、名古屋の3カ所。企業向けクラウドコンピューティングサービスの提供事業者と、し、日本国内でも多くの企業への導入実績を持つ。特に2007年の郵便局会社、当時は、日本郵政公社での導入は話題を呼んだ。日本国内における、導入企業数などは原則公開していないが、2009年10月時点で2200社67万。 ユーザー、2012年1月には約5000社に利用されていると幹部が語っている。その後2012年12月に開催されたプライベートイベントで国内5400社が採用、世界全体に占める売上げの割合が8%と発表している。他にもトヨタ自動車、KDDI、水保フィナンシャルグループ、三菱 UFJ フィナンシャルグループ、損害保険ジャパン、 日立グループ、ジョンソンジョンソン、ファーストリテイリング、ローソン、株式会社日本総合研究所、小田急電鉄、楽天など、規模、業種を問わず多数。2009年には、環境省、経済産業省、総務省が所管するエコポイントのインターネット申請システムとして採用された。経済危機対策として実施された本県では、 経済産業省から打診を受けてからわずか三週間でシステム開発を完了、稼働させ、同社サービスの信頼性や開発生産性の高さを示す事例となった。また、山梨県甲府市も定額給付金支給にあたって事務負担の軽減を図って導入している。Salesforce.com のサービスはすべてインターネット経由で提供されるクラウドコンピューティングモデルである。 そのサービスは大きく分けて型アプリケーションのとと呼ばれるの二つに分けられる。また、製品は一年に三回無償でバージョンアップ機能追加されるため顧客は追加コストなしに新機能を利用できるようになる。すべての追加機能が無償ではなくのチャットサポートなど新ジャンル内しを大幅な付加価値がつくものについては別途利用にオプションライセンスを要するものもある。 サポートは Web での問い合わせ、ナレッジベースでの FAQ 利用が可能なベーシック、サポート、無償、電話サポートや、専任担当者による定着支援、優勝の内容に加え、顧客の提示した要件に基づく、各種設定変更等まで代行するプレミア、サクセスプラン、優勝がある。クラウドコンピューティングモデルの営業支援アプリケーション。 クラウドコンピューティングモデルのカスタマーサービスサポートアプリケーション。コマースクラウドは、salesforce.com が買収したデマンドウェアの製品を基盤とした製品であり、Web、モバイル、ソーシャル、店舗など様々なチャンネルで買い物をする一人一人の顧客に最適化されたショッピング体験を提供することを可能にする。Apple Pay による ワンタッチ決済など最先端の技術に対応し、人工知能の機能も有している。は、クラウドコンピューティングモデルのアプリケーションを開発するためのプラットフォーム、インフラ、データベース、インテグレーション、ロジック、ユーザーインターフェースといった、クラウドコンピューティングモデルのアプリケーション開発に必要とされる要素を備えている。も上に構築されたアプリケーションで、 このの各機能を利用することでカスタマイズや他のアプリケーションとの統合も可能。高度なアプリケーション開発にはによく似たという独自のプログラミング言語を利用する。ユーザーインターフェース開発に用いられるはに似た構文で HTML に対応している。など、クラウドコンピューティングモデルで提供されるプラットフォームとの連携もサポートしている。 salesforce.com のサービスは、プラットフォーム専用言語まで含めると以下の64言語に対応している。完全サポート対象言語、エンドユーザー言語、プラットフォーム専用言語現状及び、過去30日間にわたるシステムの稼働状況、トランザクション数、平均レスポンスタイム、障害発生時の対応履歴等を閲覧できる。salesforce は、 中小企業向けの CRM 市場のシェアで主位を獲得しているが、主な CRM 市場の競合ベンダーの製品としては、独 SAP の SAP-CRM と、米、マイクロソフトのマイケロソフトディナミックス CRM が挙げられる。SAP-CRM は大企業向けの市場でシェア主位を獲得しているほか、マイクロソフトダイナミックス CRM も、 中小企業向け市場で、セールスフォースに続いて2位に位置している。このため SAP、CRM と比較して、マイクロソフトダイナミクス CRM の方が、中小企業向けの市場を中心にセールスフォースの、製品、サービスとより競合している構造が鮮明になっている。また、特許をめぐって、米マイクロソフトが、セールスフォースに対して、訴訟を起こすなど、対立が激化している。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。